こんにちは。毎度おなじみ流浪のハイカー、そして名水ハンターの高倉です。 AKA 忍者アズノンアズ忍者ということで、ただいま私はマウントシャスタにリサプライのため着きました。ここマウントシャスタはですね、霊山というか聖山というか聖なる山というか、すごく大きな山、なんとなく雰囲気的には鳥取の大山に似ているような感じがするんですけれども、まあ、そんな集落、そんな山のふもとの山麓の町にいます。ここシャスタにはですね、なんとクリスタルガイザーの水源地、クリスタルガイザーの水源地となっている湧き水があるということで、今そちらに歩いて向かっています。シャスタの町から徒歩で 2,30 分ぐらいですかね。まだ歩くんかよみたいな。今日はちょっと忍者モードじゃなくてロードウォーキングモードで歩いております。マウントシャスタの公園の方に向かっています。どれだけ美味しい水なんでしょうか。ボトルは空にしてきましたので、クリスタルガイザー自分で汲んで飲んでみたいと思っております。水の確保できたらまた PCT のトレイルに戻って、なるべく街での宿泊っていうのは避けたいので、まあ、そんな感じで動いていこうかなと思っております。それではクリスタルガイザーの水源地まで時飛ばし、シャッ。スプリングヒルトレイルってことでここに書いてあります。車がどんどんあそこに吸い込まれていってますね。駐車場があるようです。あれがマウントシャスタですね。でスプリングヒルトレイルの方ではなくて、このおそらくアムトラックとか長距離列車が通るこちらの線路を越えていって、こっち側にあるようです。ウォーターヘッドですね。頑張って行ってみましょうか。お、マウントシャスタスキーパーク看板ありましたよ。これマウントシャスタシティパークヘッドウォーターズオブサクラメントリバーということで行ってみたいと思います。クリスタルガイザーの水源地へ。なんかいい感じだな、この公園とこのバス、青と黄色で時代に合ってるような雰囲気ですね。こっちの方に進んでいったらあるようです。なんとなくヒッピーっぽい雰囲気というか、面白い空気感があります。木陰は涼しいですね。あ、強そうだけど大丈夫。おお、めっちゃ来た、めっちゃ来た。おお、大丈夫か。ちょっと強そうだな。Hey, hello, lovely. 威嚇されてる。よし、行こうか。なんとなくヒッピー村みたいな、この木立とか寄せ見てみたいな感じがあるんじゃないでしょうか。さあ、水の音がしてきましたよ。あ、なぜシャスタのスターバックスに水着で入ってくる人たちがいるのか分かりました。ここで遊んでたんだな、多分。おー、クリスタルガイザーの水源地に着きました。やったー。クリスタルガイザーのボトルに入れてる。みんなクリスタルガイザーのボトル持ってきてる。うわー、やっぱりいいんだな。クリスタルガイザーのボトル、スマートウォーターのボトルしか持ってきてないですけど、行ってみましょうか。ゲットします水源地で水ゲットしました。飲みます。超軟水、軟水なんですよね、ここの水。めちゃくちゃ美味しいし、すごくこの
木漏れ日癒されます。いい感じだな、めちゃくちゃ気持ちいい。あ、これは絶対来た方がいい。ぜひ皆さんもマウントシャスタに来られた際はここにクリスタルガイザーの水を汲みに来てみてください。そして飲む。一応ここには書いてあるんですけど、オープンスプリングスはノーターンアプローブコースドリンキングウォーター、なんていうんですかね、その辺に流れちゃってる水はそんなに適してないよ。This water is not tested、 検査されてません。 Use that to your own risk、 自分のリスク、自分の管理で使ってくださいみたいな書いてあります。なんでもうオンリスクで飲みました。多分大丈夫でしょう。ここはすごいですよ、皆さんほらどんどん水取りに来てる。世界の名水ハンターとしてこれからも活動頑張っていきたいと思います。美味しいお水が好きなあなた、美味しい空気がお好きなあなた、そしてアウトドアがお好きなあなた、ぜひグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではもう一杯行ってきます。こんな感じの空だな。いいですね。今から晩ご飯です。今日は酢ラーメン。いよいよちょっと長いセクションだったので食料が尽きてきてしまって、もうラーメンをそのまま食べると、もう何もなくなってしまいました。具材が、あ、カツオはちょっと舐めます。カツオは舐めます。やっていきましょうか、この景色見ながら。